どうもゆうさです。はい、行きましょう。ちょっと一応カイクエスト星1が終わりまして、緊急クエストが来ました。で、まあ、緊急クエストドス、結局ドスマッカオなんですよ。なのでしょぼいんですけど、とりあえず行こうと思います。はい、ということで緊急クエスト跳躍のアウトロー、こちら行きたいと思います。ドスマッカオ1頭の狩猟、はいですね。まあ中型、お、所持金がないとな、金が全然ない、金を確保するあれですよ。実はアイテムボックスから行かなかったな。実は武器を強化しましてね、それでまあお金がなくなったんですわ。さあ何売れば高いかな。回復笛とか、うん、ここら辺よし。はい、すいません。はい、すいません。武器が1段階分だけ強化されてます。ちなみにそれ以外装備とかは全く変えてないっすね。はい、行きまーす。まあ闘技場で戦ったあいつなんでそんなに強くはないと思うんですけど、まあ、闘技場のやつよりかは当然、あれは訓練のやつなんで当然火力は高いのと、あと周り雑魚が固めてるんじゃないかなという予測ですね。なのでまあ外からアイテムもほとんど持ち込んでないんで、回復はこの3つだけで、もう配布されてるものだけでいこうと思うんですけど、まずどこにおるか探しますか。久しぶりにペイントボール使ってみるか。久しぶりやなペイントボール。どこにおるっすかね。あと猫飯とかも一応食えるんですけど、今んとこは食ってない。これぐらいは大丈夫やろうという思いがあるんですけど、どうでしょうね。そんなに奥地にはいないと思うのよな。予想ですけど、赤のところにおるか、あとはそうっすね、 6も怪しいけどね。さあどれぐらいダメージ食らうか楽しみですね。今変なムービー入るかな、来たらムービー入るかもしれないです。楽しみ。来い。ここかなとか思ったけど、おらんないないっすね。よいしょ。さあ探すよー。ここか、これか、これ違うな、こいつ違う、違いますね。めっちゃ奥地に来たな。おらんぞ、おらんな。一番最奥ん？ん？いまへん、ここもいまへん。ちなみに何回か最終クエストとかそっち系でこのマップはうろうろしてるんで、いいよっていう声がする。おるな、おるけど雑魚がおるだけ。6か5ですかね。いないっすよね、いないっすよね。6か5やな。よし、じゃあ行きますか。この初期配置されてるパターンかもわかんないんで、さあ行くぞー。どれぐらいしょぼい戦いを見せるのかちょっと楽しみにしといてくださいね。相当しょぼい戦いになると思うから、ペイントボールをまずうまく当てれるかな。視点変更になんありですからね。いや、おらんよ、いないっすよね。おる？
おらんな、まあ、ここにおったらありがたかったんやけど、広いし。あ、おったか、あれか。いや、ちっちゃ。どこ？いや、いないっすよね。もう5しかないか。まあ、移動してる可能性も全然ありますけど、初期な、最初なんで配置されてそうな気はするんですけど、ほら、おった。結局、最後かよ。なんて読むの？いきなり読めへん。これ、ターゲッティング。じゃあ、とりあえずペイントボールを当てますか。ペイントボール当てたい。あれ？よいしょ。まあ、逃げたりショルやろうとは思うんで、当たった。よし。よし、来いや。あ、間違えた。ボタン間違えてます。視点変更のボタン押してまう。待って。ジャンプしてどうせやったら行きたいから。待って、ダッシュ距離よ。雑魚がやはり邪魔っすね。おおふう、乗りたい。よいしょ。危な。結構ジャンプはスタミナ使いますね。はっ、おいしょー、オッケー、こら、おい、おい、あ、めっちゃ食らってる。予想外に食らってる。まずい。危な、雑魚にトス上げられた。おい、はい、乗れなかった。すいませーん。いーよー、入れていく。よし、危ない。雑魚を今利用しましたよね。危ねえ。すん、危な。雑魚をうまく利用させてもらったけど、雑魚が来る。危ない。逃げる？雑魚ごとやっとるよな、なんか。雑魚とも戦ってません、こいつ。危ない。よし、雑魚が死んだ。尻尾に当たる。はい、回復しまーす。逃げる？落ちてもた。最悪です。これ登れんのかな。どこ登るのかな。ここかな。くそ。よし、待て。いい、逃げよる。マップ移動かな。逃げますね。はい、じゃあ一応研いでいきますか。待てー、広いところで戦わせてもらえる。ただおるな、雑魚はおるな。ちょっと様子見つつ。よし、乗れた。おや、落とされた。ここの時と何していいか分かんないです。この時何していいか分からん、マジで。危な。疲れとるね。はい、もうだいぶ疲れてますよ。
ちょっと食らいそうなんで、リスキーなんで優しめに逃げますね。多分寝よるな。目に巣に変える感じだと思います。パターンとしてはよし、追っかけよう。ほっといたら多分寝てますよ。寝さしてもタメさん入れれんしな。これエリアルで寝てる状態でポーンって乗ったらどうなるんかね。ちょっと試してみたい気もするが。なんか食べとる。何を食べることがあるんじゃこれ。よし、オッケー。怒れや。危ない。今のは危なかった。怒っとる。怒ってますね。ちょっと。待って。怖い。よし、もう出してくるよ。危ない。わあ仲間たちが。危ない。死ぬ。仲間が来とる。邪魔。危ない。回復薬持ってきたよかった。もっと。いやもう完全な隙をつこう。よし。っていうかこいつらが、雑魚が怖いっす。マジで雑魚が怖い。サブターゲット達成。いや味方ボスが勝手にサブターゲット達成してくれただけやから。俺が倒してないのよ。あいつが勝手に倒してくれた。アホやなあいつ。待って、もっとこのエリアルの利点をうまく使わないとね。これで避けると同時に、あ、こう乗らないと。くそ難しい。死んでまうぞ。まずいっす。間違う。ボタン間違う。回復は持ってない。暴れとんな。怒っとるんかな。逃げます。回復しに帰ろうかな。よー、助けて。逃げよる。まだ倒せない。これは寝に行きよるな。ちょっと寝さそうか。寝さしますか。もう砥石もないんで、動きが止まったら行きます。いや寝てる状態でジャンプしたら起きよるのかどうかを見たいよね。思いっきり起きとるやんか。あれ飛べたと思った。くっ、あーおっす、あーおっす、あかん。出た。恥ずかし運びです。さあもう一回いきますか。一応3回まで死ねるんで。ひでえな。ひどいっす。で最後もうちょっと飛んでとどめ刺そうと思ったんですけど、ジャンプできませんでした。うまく乗れず、ひどいことになりましたね。よし、まあまあでもこれが最初やから、やっぱちょっと記録のために、その
動画に残しておきたいというのはあるんですよ。後々どれほど動きが変わるかとかさ、自分でも確認してみたいですし、あの時苦労したなみたいな思い出を置いておきたいので。もう寝てるでしょこれは。寝てねー、餌食べてんのか。こらてめえ、こらどこに行った。怖いな、マッチョクの突進だけやん。よっしゃー、こけてる。おら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 、こら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 、よっしゃー、こらこらこら、はい、よいしょー、もう一丁、もう一丁飛ばして、はいはい、よいしょー、よいしょー、もう一丁かる、よいしょ、飛んで、おらー、オッケー、倒したー。いやー厳しい、まさかの一死、まさかの一死、はい、ですけど一応クリアできました。小九龍って呼んでいいのかな。よし、オッケー。いやもうこんなのでね、苦しんでたら話にならんすけど、はい、ただなんとか倒せました。少しずつですがジャンプにも慣れてきてるのと、まあ、視点変更にも少しずつですが慣れてきてます。はい、最初ボタン間違えましたけど、あのね、なんかボタン ABCABYX ボタンの上にチョポっていうなんかあのシンクパッドのとこくるくるみたいなのがあるんですよね。それが一応それで視点変更できるんですよ。多少そこでもあの補助できるっていうことが分かったんですけど、それを触ってるせいでそれと X ボタンを間違うのよね。はい、最初それミスりまくって全然攻撃が出てなかったのはそれが原因です。はい、あと子宮薬だけっていうナメプはやはり初心者には禁物だったようです。次からはあの薬をちゃんと持っていきたいと思います。さあでもいっぱい素材ももらったし、お金ももらったし、何よりもあれっすよね、次の怪クエストではありますけど、多分星2のクエストにこれで行けるようになったので、これが一番でかいっすね。はい、そこだと多分もうドスなんちゃら系のクエストがガンガン来るんだと思います。戻って何よりだ。ドスマッカオの狩猟見事だった。現地に集まされていた調査隊からもハンター殿宛に謝辞が届いておるよ。やったー。よし、話の続きは彼から。緊急クエストを見事クリア。もうなんか一人懐いてる懐いてる。竜歴院への所属手続き完了しましたと。はい。竜歴院所属ハンターになりました。はい。様々なクエストが届くことになるだろう。星2のクエストを受注できると。ベルナ村だけでなく新たに3つの村を拠点にして調査を行ってもらいたい。ココット、ポッケ、ユクモ、聞いたことあるよ。ポッケ村とユクモ村聞いたことあるよ。飛行船で村を移動できるんや。ははははなるほど。お守りはご存知かね。採掘やクエストの報酬で得られるもの。お守りを鑑定し能力を明らかにしたものを五石と呼んでおる。スケールことでスキルポイントが得られる。ぜひ活用してほしい。了解。スキルってあったな。スキル新しい勲章を獲得しました。スキルってありましたね。まあうん、とりあえず、今のところ多分ノースキル、何もスキルとかもないんで、まあ、装備でスキルをつけつつ強化していくって感じになるんかな。まあ、エリアル体験にこう適したスキルっていうのがあると思うんで、いろいろそういうのもちょっと探しながら、はい。でネタバレとか、まあ、あの動画の概要欄はいつも一緒くたなんで、あの基本的にネタバレ NG って書いてるんですけど、このモンハンとかに関してはもう別に全然そのシナリオとしてのネタバレっていうのが実質的に存在しないので、どういうスキルがおすすめとか、あのこういうとこ調べるといいですよとか、どんどんコメントとかいただけると嬉しいです。はい、ということで、今回もここで終了したいと思います。次はもうちょっと大型のモンスター取りに行くときにまた動画撮りたいと思いますので、よろしくお願いします。では見ていただいてありがとうございました。